統合失調症とかってあの遺伝するんじゃないかっていう説もあってすでに障害者ですもうすでに障害者であるというのは認めてください何か子供に問題があった時親のせいだよねっていうことになると親は反発するんですよこれ申し訳ないですけど子供がバカなのってだいたい8割親のせいなんですよ遺伝とか生活環境も含めてあの残念ながら悪いのは親です ただある程度その感情のコントロール能力って遺伝するっぽいんですよね。要はその統合失調症が遺伝するように、結構その、あの、まあ、統合失調症の人もそのどうやってものを考えるか感じるかとかって理性でコントロールすればいいじゃんっていうので、コントロールできたら統合失調症にならないんですよ。 なので、そういうことができないから、とご視症者になったりとか、あとその、あの、騎燃料も割とあの、遺伝すると言われていて、で、それも死にたいなんて気持ち、感情をコントロールすればいいじゃんっていうので、できるんだったら騎士燃料なんて生まれないんですよ。あの、死にたいっていう気持ちね。だから、要はその、死にたいという気持ちが完全にコントロールできるんだったら死にたいなんてならないんですよ。 でもやっぱりその感情のコントロールっていうのがその苦手なあの遺伝を持ってる人っていうのがまあ親からそれを引いたりするので感情コントロール苦手な場合もあるのでなので親が感情コントロール苦手だとするとやっぱり子供が感情コントロール苦手な可能性は高いんじゃないかなと思うんですけどやっぱその感情のコントロールってその本人のシスター別にあの気持ちとか精神の余裕とかが結構あったりしてまずお腹が減ってると人は感情的になりますなのであのお腹いっぱいであること で、そのなんか、他に不安がないこと。例えばその経済的不安があるとか、なんかこう会社クビになるかもしれないとかっていう人は、やっぱりあの、切れがちなんですよ。感情的にすぐに切れてしまうと。 なので、その、他に不安がない状態にしてお腹いっぱいで、で、睡眠もちゃんとしている。よく、要は、あの、睡眠不足の人って、あの、感情的になりがちなんですよ。なので、その、もともと自分の能力値として、その、なんか感情的になりがちな遺伝子だなと思ってても、ちゃんと飯食って、あの、不安がないようにして、よく寝てるっていうのをやると、感情がコントロールできる余裕が多くなるんですよね。 で、もちろん、それで完全にコントロールできるのはないんですけど、その方が感情コントロールしやすいという人が多いです。なので、その、自分が遺伝的とか能力的とか性格的にその感情のコントロールっていうのが難しいなと思うのであれば、その、なんか睡眠とか食欲とか不安を減らすっていうのをやるといいんじゃないかなと思います。 まあ、ただね、その、お金ないと気持ちに余裕がないのは分かりすぎるなんですけど、あの、お金がない人ほど感情のコントロールができなくなって、仕事でやらかして、余計にその、いい仕事につけなくなって、その、経済的に悪くなるって悪循環になる可能性があるので、だって僕は割とあの、生活保護を結構お勧めしてるのはそれで、あの、一回生活保護を取ると、その、経済的な不安がゼロになるんですよ。 要は一生金が降ってくるから <laughs>。要はその、日本国が、あのもう生活保護って決まった人には、毎月毎月、その12万とか13万とか、お金くれるようになるんですよ。なので、その何にもしなくても、とりあえず、あの、降ってきたお金で食ってる場合っていうだけなので、経済的不安っていうのがゼロになるんですよね。あの、無駄遣いする人別ですよ。その、なんか、酒飲まないといけないとか一緒だと、まあ、そのアルコール代とか足りなくなると思うんですけど、 でも少なくともその食っていく上での経済的はないよね。家賃は別にあの心配しなくていいよねという状態になって、その経済的な不安と働かなきゃいけないっていう、その精神的不安がない状態で、あとはゴロゴロ寝てればいいよねってなると、割とその不安のない状態の自分っていうのが体験できると思うんですよ。 で、その不安のない状態の自分というのを体験した上で、じゃあ働いてみようっていう形になって、ちょっとずつストレスがある。まあ仕事ってストレスが溜まるので、で、そのストレスが溜まるようなことをちょっとずつやって、自分のそのコントロールできる範囲内で仕事をするっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますけども。はい。まあ無駄遣いしたい人は働いてください。 30歳会社員、妻と子供2人の4人家族の者のです。現在、双極性障害と診断され、1年半休職中です。症状が安定してきたため、そ、そろそろ会社復帰したいと思っています。その際に障害者手帳を取ろうと思っています。所得税や住民税の控除があるため。しかし、父親がしたところ、障害者になりたいのと嫌な顔されました。障害者手帳を取らない方がいいでしょうか。また、双極性障害は遺伝性はあるのでしょうか。母が30年、双極性障害です。私が生まれて発症したそうです。えっと、ややこしい話なんですけど、 あの、遺伝するタイプの双極性障害と、遺伝しないタイプの双極性障害があるっぽいので、実際よくわからんっていうのが正解みたいですね。要はその、あの、結構その、統合失調症とかって、あの、遺伝するんじゃないかっていう説もあって、で、あの、家族に統合失調症の人がいると、あの、統合失調症発生しやすいという確率も割と高いみたいなのもあるんですけど、それって実は環境の問題なんじゃねえかっていう説もあって、要はその、 あの、統合失調症系の過程に生まれると、その、あの、まあ、あの、割とちゃんとした栄養素のある食事をと食べていないとか、その感情的な人がずっと横にいて、ずっとキーキー言ってるから、その、家族もだんだん短期になってきて、で、その人に対してぶつかるのが当たり前だと思って人に対してぶつかっちゃうみたいなので、その、いやいや、それ普通の人やらないよ、みたいなことを結構やっちゃう。でもそれが当たり前だと本人たちは思ってるみたいなのもあったりするので、でなんか一概に遺伝なのか環境なのかもよくわからんみたいなのもあったりするので、 なので、あの、一概にどうかとは言えないんですけど、で、障害者になりたいのかどうかなんですけど、あの、手帳をもらえる状態になってる時点で、すでに障害者です。なので、もうすでに障害者であるというのは認めてください。だって、お医者さんに診断書もらったんでしょだお医者さんに診断書もらった時点で、もう障害者です。なので、もう障害者であるのを確定している以上、手帳をもらった方が、生活は豊かになりますよ。 なので、手帳をもらわなかったから、双極性障害が治るとかはありません。手帳をもらおうが、もらわないが、あの、双極性障害が寛解する可能性もありますし、寛解しない可能性もあります。で、それは、障害者手帳をもらったかどうかとは関係ないんですけど、障害者手帳をもらった方が、 安く治療が受けられる。安定した生活をしやすいというのがあるので、結果として、双極性障害が寛解する可能性は、障害者手帳をもらった方が高くなります。なので、その、では、あの、通常の生活ができるような状態に戻りたいというのであれば、障害者手帳をもらって、さっさと治して、で、もう治ったじゃん、俺ってなったら、もう障害者手帳を叩きつけて、俺通常だから、健常者だからって言って、役所に叩きつけるというのをやればいいんじゃないですかはい。 え、母が統合失調症です。僕もメンタル結構弱いんで,ですけど、なる可能性ありますかとても怖いです。可能性あると思います。統合失調症は、あの、遺伝する場合もあるので。ただでも別にあの、発病するかどうかって、結構その、自分の体調によったりするので、なのでそういう遺伝子があったとしても、なるべく体調を良くして幸せに過ごすようにすれば、全然トラブルにならない形で一生を過ごせるんじゃないかなと思います。 えー、LINE など被害者がスマホや SNS を利用したことから発展したいじめが発生したとき、学校や教育委員会が保護者に詰められたり責任を問われたりすることをよく見にします。スマホの利用など学校会で起きたことに関して家庭の責任範疇だと思うんですが、被害者の保護者も含め保護者の監督が行くことを言ったかについて研修や議論がされないのでしょうか。当然学校の責任を追及するべきですが、感情的な責任追及に偏りすぎていると思います。 結局、その、あの、親のせいってしちゃうと、あの、世の中って、学校関係者と親で人数どっちが多いですか要はその、何か子供に問題があったとき、親のせいだよねっていうことになると、親は反発するんですよ。俺たちのせいにするな。私たちのせいにするなと。で、学校のせいだよねっていうと、攻撃するだけでよくて、自分たちのせいだと思わなくていいんですよ。例えばじゃあ、 子供がバカなのはあなたのせいですか学校のせいですかあの、これ、申し訳ないですけど、子供がバカなのって、だいたい8割親のせいなんですよ。あの、遺伝とか生活環境も含めて。でも、これ言うと、親はめっちゃ反発するんですよ。要は、あの、私たちのせいで子供がバカなんて納得できないみたいな、学校が悪い、教育が悪い、税金を払ってるんだから学校がやるべきであるみたいな。でも、あの、子供で起こる問題のほとんどは実は親のせいなんですよ。 ただそれを、あのメディアはそれ言って親を敵に回して視聴率下げてもしょうがないので、学校のせいだよね。で、学校を攻撃すると、学校も、いやいや、それ親のせいでしょ。お前らモンスターペアレントが悪いんだよって、親が、その学校の先生が言うわけないじゃないですか。 なので、なんかあの、こう、真摯に受け止めて、なんか今後とも、またじくじたる思いで、なんかけ、なんか、こう、なんか検討して、全所したいと思います、みたいなことを、学校は言って、うやむやにして、誰も責任を取らないで、同じ形で進むっていうのがあるんですけど、あの、残念ながら悪いのは親です。 えっと、私28歳、夫37歳、結婚2年目で、ADHD の君とできる子は高確率で遺伝するから、僕は自分の子がかれて障害者なんて受け入れられない。どうしても欲しいなら離婚して他の人と作るか、このまま夫婦2人できるか選べ、と夫に初めて言われました。私は自然にできなければ決まるつもりでいて、夫も OK と当時は言っていて、私の ADHD は交際前から伝え、子が欲しいことも交際中から捨てていました。ADHD は決まて好きな人の子を諦めるしかないのでしょうか、えっと、コンドームに穴を開けてください。 <laughs> 要は、あの、できちゃったらできちゃったで、あ、出ちゃったって言って、あの、下ろさなければいいだけです。<laughs> その、あの、女性が同意をしない限り、日本は、打胎は不可能なんですよ。<laughs> なので、あの、下ろせって言われても、やだやだってずっと言い続けて、10ヶ月間我慢すると、子供が生まれます。で、勝ちです。なので、あの、もう子供作っちゃった方がいいですよ。 で、あのね、多分その37とかで、じゃあ子供が生まれるところに38とかで、なんだかんだ言ってあの、年取って子供が生まれると、子供可愛いってなりがちらしいんですよ。20代の男性とかだと、その子供がいることで面倒くせえって思う男性結構多いんですけど、割とその40とかになってくると、 割とその、要は、あの、家の中にいてできることで子供と,と遊ぶみたいなのが楽しいってなるんですよ。20代だと、外でフットサル楽しいとかになるので、家帰りたくねーってなるんですけど、あの、30代後半とか40代になると、もう体力落ちてるから、会社終わったらとっとと家帰ってくるんですよ。で、とっとと家帰って、なんか子供の顔とか見て寝顔見ていいよねみたいなので、丸く収まったりするので、なのであの、さっさと子供作っちゃうのがいいんじゃないかなと思いますけど。あとね、えっ、ー、と、一応ね、人類のね、 5%ぐらいが ADHD 的な症状があるらしいんですよ。で、まあ僕も診断受けたことないんですけど、まあ多分引っかかると思うんですけど、なので、ね、あの、障害者と言われるような状況ではないと思うんですよね。まあちょっとその、どこまでの状況かわかんないですけど、なんでその ADHD が障害者であるという考え方もどうなのかなと思いますけどね。かけてもいいですけど、チャンネル。 登録した方がいいです。